出来上がりました。イエイ。はい、ということで皆さんもと楽しみにしてたと思うんですけども、じゃん、こちら、まあ、ちょっと今箱なんですけど、頼んでた包丁が届きました。嬉しい、やった。こちらの動画で受け取りねの方も見れますので、よかったらぜひそちらの動画も見てください。はい、ということで早速中開けていきたいと思います。こっちがデバ、こっちが柳葉って言うんだっけです。よいしょ、かおー、かっこいい。この間の動画でも言ってたやつ、ぜひ見てください。これすごい可愛いんですよ、中。おー、いや、こっちか、先見て、すごい重厚感で、前回ね動画でもこれこうやって巻いてた方がいいんですよっていうねことを教えてもらったんですけど、このね紙切れをちょっと一緒に箱に入れとくだけで、まあこういったのを持ってる方はこれに入れとくだけで全然違うみたいなので、ぜひね皆さんこれ捨てないで取っといてください。ほんともったいないんでね、はい、ということで開けます。おー、すごいな、怖っ。わーお、わーお、いやーすげーわ。これ釣り仕様とってロゴ入りで入れてもらいました。もう本当ありがとうございます。かっこいい。ふっ、こっちはまた使う時に見せようかな。いや本当こっちもね一緒で、ここにロゴが入ってるんですよ。見える？ちょっと反射して見えねえか。これぐらい、これぐらい。うー、かっこいい。いや、嬉しいな、やばいな、あー大丈夫かな私で。はい、ということでちょっと早速ね早く使いたいんで、ちょっともう紹介はそこそこにちょっと使っていきたいと思います。ぜひね詳しい話はね最初冒頭でも紹介したあちらのね動画もぜひ見てください。もういろいろためになる話とかあるのでぜひ。はい、ではちょっと早速さばくぞ。今からさばくお魚さんはこちら。うーん、見える、うい、タコさんです。ただですね、皆さんに謝らないといけないことがあります。本当はこのタコさん生きてたんです。ちょっとね私の体調がちょっと撮影ちょっと厳しいなってちょっとなってたので、ちょっとね1日2日待ってもらおうと思ってブクブクして待ってもらってたんですけど、2日ぐらいはね生きてたんですよ。今日の朝起きたらちょっとお亡くなりになってました。ごめんね、ちょっとね鮮度があるので急いで処理していきたいと思います。行くぞ。ではね先にぬめりを取っていきたいと思います。うわ、ちょっとまだね吸盤が少しひっつくんで、まだまだギリギリ大丈夫かな。では塩、うわーすーごいなこれ。ちょっとぬめりの取り方ってどうなんだ、うわぬめり取りとか初めてするわ。なんかたくさん使えばいいんでしょ。ちょっと塊がすごいなこれ。ちょっと全然サラサラじゃない、あー塊ごと落ちてったわ。かった、あーやらかしたよ。よし、ちょっと塩で、うえー気持ち悪い。うえー気持ち悪いけど、けどこれもし生きててやるってなったらね、まあ一応締めてやるとは思うんですけど、体動いてるじゃないですか、もし生きてたらね。ちょっとねそう考えると大変やったやろうな。うわ結構ぬめりがすごいね。
これでいいんやろか、なんかまだぬるぬるしてるようにも感じるし、こんなもんなのかタコって、どうなんだ、もうちょいか、なんか糸引いてる気がする、あと1回ぐらいするか、あこんなもんしょ、疲れた、内臓をね取っていきやす、これをひっくり返すということなんですけども、どうひっくり返るの、あここをまず切れ目入れないといけないのかな、むずいな、タコなんて初めてだぜ、ついにチキン、ちょっと失礼しやす、なんじゃこの切れ味は、すげえな、マジかちょっと待って感動やばいよ、ちょっと待って感動、嘘だろ、ちょっとスッて入れるだけでサッと切れるよ、うわーなんじゃこりゃ、これはすごいっす、うわーこれ絶対今まで使ってた包丁だとタコなんてさばけなかったっすね、うわーうーわー、どれが内臓なん、これだろうけどさ、全部がそうなんだろうけど、どうやって取るのこんな、いやでもね今の私には強い味方がいるんで、うわやべ超楽しいんだけど、何この安心感、はあこれやばいっすよ皆さんねえやばくない、そのさ過去の動画見てくれてる方はねちょっと前の包丁の切れ味知ってると思うんですけど、いやこりゃすげえわ、ちょっと待って、どうやって内臓、なんか膜が張ってんのかな、ほら見てよこのさ、サッといける感じ、くーやばいね、くーうわーこりゃこれはもうすげーやりやすい、何のストレスもない、ストレスフリー、いやあのさ、私がそのタコの内臓の取り方をいまいち分かってないからちょっと手こずってるけど、いやそれでもよ、この包丁があるからできてる、合ってんの私これ、甘皮みたいなの切ってさ外してるんだけど、私これ合ってんの、どこまでが内臓なのっていうね、これも内臓、このぷにょぷにょも、待ってほんとみんなさ、ほんとやばいよこれマジで、いやーこれわーすげー気持ちいい、さばく動画をさ他のね YouTuber さんの見てる時と同じだよ、あんなに切れねえよ包丁って思いながらさ参考にして見てたけど、もう今はもう一緒ぐらいというか、私の方が切れるんじゃねっていうぐらいいやこれはね笑いが出ちゃいますよ、笑いが、あこれなんか炭の袋かな、炭だ、この辺で落としたらいいのかな、この辺、うわもうなんだよ切れすぎる、気持ちいい、はい内臓は綺麗に取れたと思います、これでいいんじゃない、あとさなんかくちばしを取らなきゃいけないんでしょう、くちばしってどこなの、口はここだけどね、いいのかな、くちばしも一緒に茹でちゃって、ちょっとわかんない、内臓だけ取った、ほら内臓取って頭ちっちゃくなっちゃった、あ私すごい大変なことを忘れてた、お湯沸かしてない、お湯沸かしとかんといかんの、では沸騰したんで入れていきます、いくよ、わいいのこんなんで、よしよし、くるんってなったよ、くるんってくるんってなった、くるんって、頭なんかこうやって押さえときたいわ、あちゃあちゃあちゃ、じゃあ 4,5 分茹でます、では 4,5 分経ったんで揚げていきます、オープン、すごいすごいよ、なんかワインで茹でたみたい、おお
ちょっと待って、取りづらどうやって取るの。おーふっ、わー、熱っ、熱いよ。じゃーってやってもよかったんだけどね、ちょっと重たいからここであげる。おー見てー、かわいい、かわいくなったよ。ブルン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 。じゃあちょっと切ろっかね。ではね、だいぶ冷めたかな、まだちょっと湯気出てるけど、さばいていきたいと思います。さばくっていうか切る、よろしくね。まずこう頭をねバスッとここヒュッといこうと思う。熱いんだよね、私持てなくて。熱っ、うおーすーげー切れる、持てね、熱っ。冷めたと思ったら全然冷まってない、冷まってない何語よ。うおーすごやば、すぐ切れたんだけど、びっくりするわこの切れ味。マジか、くちばし取らなきゃいけないんでしょ、どう取ればいいの。熱いな熱いな熱い、まずこう切っちゃえ切っちゃえ、切っていっか。うーわすげー切れる、すげースパッて切れるよ、くちばしがある、硬い。あもうくちばしまで切れた、すげーすぐ切れる、やべーマジか、ビビるわ。これでしょ硬いの、これなのよ、これのはずなんだけど、あもうなんだろうこの安定感、この切れ味の安定感。もう私がこう切りたいっていう風にさ、手を動かす前に切ってくれてるのよ。わかる、わかるかな言いたいこと。マジですごい。よしで、こう一本ずつこうなるように。うわあ、こんなにさばくのって楽しかったんだ。もうね、今までのね包丁はちょっとストレスだったからね、もう必死でしたよ。うわマジか、この速さよ。熱っ、ちょっと熱くてね、ちゃんと持てないけど、スッていきます、スッて。うわ綺麗、切れ味もすごいし、タコもいい感じだよ。ちょっと頭は、うわもう見てよこのスッて言えなかった。なんか目ん玉出さなきゃいけないでしょ、なんか目ん玉さないけど、いやないことはないんだけど。よし出てきた出てきた、おお見てよみんな、あちゃ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 あちゃ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 、茹でたからかな、なんかすごい弾力がいいね。うっもう本当にストレスフリーだ、やべえ、なんかもう、あ、やらかした。ちょっと、また、イカの時みたいに、目ん玉ブチってやっちゃった。うわぁ、取れた。もうほんとこれみんなにも使ってほしい。ほんとマジこれ。ではね、とりあえず下処理はできたんで、今からと言いたいんですけど、ちょっと今すげえ朝一なんですよ。晩ご飯にしたいんで、一旦冷ましてからかな。では夜ご飯へレッツラゴー。はい、では夕飯時になったので、早速さっき下処理したねタコを使って料理をしていきたいなと思います。今日はタコの唐揚げとタコの酢の物と、あとのタコ刺しだをちょっと作ろうかなと思います。ちょっとねいろいろするんで尺がまた長くなっちゃうかもしれないけど、さっさとやっていきたいなと思います。ではでは料理レッツラゴー。じゃあね早速まずは揚げ物の下処理をやっていきたいと思います。まずはぶつ切りというかブロック状っていうのかなにしていきたいと思います。こんな感じ、これぐらい、うわーおすごいな、一発でいくわこれ、気持ちいい。見えるかな、
よってよ。下のまな板まで行ってしまいそうだよ。おお、ちょっとこの先っちょだけ取っとくか。すごいよ、本当にすごいこれ。そして身もプリプリだね。これぐらいでいいかな。なんかね、食感はねある程度欲しいからちょっと大きめに切ります。袋に入れて。おお、すごいにゃこりゃ。にゃーとか言っちゃった。うわ、これは気持ちいいですね。分量は適当です。マジで適当なんだけど、いいかな、こんなんで。ちょっと醤油多かったかな。まあ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 、いいね。もうちょっと入れとこう。お湯だけ。うん、匂い的にいい感じ。ではちょっとこれね、だいたい30分ぐらい冷蔵庫。じゃん、柳葉包丁。うひょー、輝いてますね。早速使っていきたいと思います。すごいな、怖っ。一応そうだな、酢の物なのでこう横に切っていこうかなって思います。こうでもいいんだけど、わあどうしよう。とりあえずちょっとやってみようか。いくよ。はあ、なんじゃこれ。ちょっと待って。切れすぎてやばいよこれ。切れすぎてちょっと手が震える。やばいねこれ、本当にやばいわ。あ、ちょっと酢の物なのでそんなに薄くは切らないどこうと思ってるんだけど、ちょっと待って。うーわー、すげーなこりゃ。なんじゃこれ。うわー、すごい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 。いやいやいや、ちょっとなんか大きさバラバラだけど、これはちょっと私の腕が悪い。 やばいなこれ。マジか、こりゃちょっとたまげましたよ。マジで、マジか。ちょっとこれもちょっと、いやもうスッといっちゃうもん。スッと、やべえよ。ちょっとこの辺はギコギコしなくていいもんね。やばいなこりゃ。足りないかな、もう一本ぐらい欲しい。もう一個ぐらいいく。そんなに食えるかな。てかさ、私さ今重大なキュウリとか先に下処理しないといけない。何してんだろう。まあいいや、先にもうタコやっちゃおうか。そのもの、まあいいや、いっぱい作っとくか。今度はお刺身用に薄く切っていきたいと思う。切れるかな、この角度で見える。どうやったらいいんだろう。こう、こうか。ちょっと切りにくいんで一旦ここで切ります。どうやったらいいの。こう、おほほ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 、見えてるかな、この角度。ちょっと包丁が当たんないように、この角度見てる。ちょっと細すぎた。ちょっと待って、
薄すぎる？タコってどれぐらいの？いや、やばいよこの切れ味。いや、えぐいってマジで。本当にって感じ。これさ、うまい人が切ったらマジで綺麗なんだろうね。この素人のタコなんてさばいたこと一回もない私でもこれだけ切れるんだからマジえげつないよこの包丁。あ、ちょっと太くなっちゃった。いやー、マジか。綺麗にいったね今。綺麗にいったよ今。えぐいです。はい、素晴らしいですマジでやばい。ちょっとこれはどうしようかね。なんか形、部位によってもなんか味が違うのかな。食感がちょっと違うとね。これぐらいやっとくか。ちょっとね、残りはね、ちょっとあんまりね使いたくないの。やりたいことがあるの。まあ、またそれはおいおい教えていくわはい、ってことでとりあえずタコさんは切り終わったんでいろいろやっていきます。これから、これはお刺身で、今からちょっときゅうりとか切ってなかった、忘れとった。今からちょっと急いできゅうり切って酢の物作っていきます。わかめね、ちょっと残りの最後の方のやつだったからすんげー細かい。結構戻したつもりだったけど言うほどないかもしれない。まあしょうがないしょうがないまあ、しおちゃんクッキングはこんなもんですよ。はい、ではこの中に一応ね、なんかこういったのを準備したけどよくわからん。基本適当。本当は薄口醤油がいいらしいけど、ちょっと普通の醤油。これぐらい？これ？もうちょい？まあいいや。まあいいや。砂糖ね。5杯ぐらい。もうちょっと足そうかな。酢とかなんか少ない気がする。酢何杯入れたっけ。3杯ぐらい入れた私。うわ、めっちゃよだれ出てくる。いい匂いする。いい匂い。ちょっと味見してみるかね。ちょっときゅうりとか。うん、うめえよ。わかんないけどもう一杯ぐらい入れとくか。適当だよ適当。酸っぱくなりすぎかな。どうなんだろう。砂糖怖くてあんまり入れてないんだけど、もうちょっと入れた方が美味しいのかな砂糖って。きゅうりもう一杯。うん、うめえ。なんか怖いけどちょっと少なめに入れてるから、お砂糖ちょびっとだけ入れておしまいビビりすぎなのよ料理に関して。いつも適当だからな。なんかすいませんね、何の参考にもなんないかも。まあでも大丈夫っしょ、入れてるもんが間違いね。よし、じゃあこれでつけとこっか。こんな感じね。すげえボリュームじゃんこれ。
こんなに食べれるのかな。じゃあ次はこれを冷蔵庫で寝かせてる間に揚げ物をやっていきます。じゃあね、つけたやつを片栗粉まぶしていきたいと思います。ほう、いい匂いするよ。めっちゃだいたいね、30分ぐらい置いたかな。きっと美味しいと思うよ。うわ、すごいね、色がめっちゃ染みついてる。約180度ぐらいになったので入れていきます。じゃん、できました。はい、では早速いただきたいなと思います。今日は豪華です。はい、ではいただきます。まずは水から。はい、乾杯。くー、うまい。いや、まずはお刺身からでしょ。はい、こちら見えますか。こちらね、いただきます。おお、贅沢だな。いただきますよ。うん、なんじゃこれ、めっちゃうまい。なんじゃこりゃ、すごいね、うまみがグッてもう入ってるわ。歯ごたえも抜群。うわ、これ多分包丁もね、いいんでしょうね。このスパッと切れてる感じがまた最高。本当包丁ありがとうございます。もうね、本当にあ、お魚をさばくってこんなに楽しいことだったんだなってちょっと思った。本当にね、ストレスフリーとはこのことですね。いや、本当に、あ、さばくのもすごい楽だったし楽しかったし、こうやってね、美味しいものもいただけるし最高ですね。これはマジで間違いないわ。ちょっと尻尾というか、なんていう、 手の先、手先もうちょっといただいてみます。うん、うんうん、切り方の問題もあると思うんですけど、コリッコリしてて美味しい、最高だ。うわー、ちょっと一旦こっち行ってみようか。唐揚げね、うわ、いや、これ美味しいに決まってるでしょ。ちょっと見えなかったね。こうしとこか。見える？見えるかな？ちょっと見にくくなっちゃった。とりあえずいただきます。うまっ！やばいな、これ。やば。うまっ。こりゃすごいっすね。マジか。超うまいんだけど。どうしよう、なんか笑けちゃう。ちょっともう一個食べる。こりゃ参ったな。火を通すとまたさらに味が違いますね。タコってこんなに美味しかったんだ。いや、あの刺身の時よりね、ちょっとブロックで大きめに揚げたんで、
ちょっと歯ごたえすごすぎて食べるのきついかなと思ったんですけど、全然そんなことない。ちゃんとタコの食感もあるけど、ちゃんと私のこの弱い顎でもちゃんとこう噛み切れるぐらいの、いやうまいな。なんかね、ほんとゴムみたいな感じかなと思ってたんですよ。全然そんなことない。いやうまい。次はね、酢の物、ちょっとこれちょっと気になってるんですよ。ちょっとこれいただきたいと思います。きゅうりとわかめとタコ一緒に。うん、適当に作ったけどうめえ。いやいいね、この脂っこい後にこのさっぱりしたやつもう最高、順番最高。わあ、これはね、白ご飯食べたくなる。うん、ちゃんとね、後ろにね、もう炊いてるの。ちょっと終わったらもうガッツガツ食べようかなと思います。はい、いやどうしよう、あーどうしよう、みんな何が食べたい。うわうわ、これもめっちゃ美味しいのよ。でもこっちもうめえのよ。うわどうしよう、やっぱタコ刺しなのかな、揚げ物の方がみんな好きなのかな。うわー、いやこれもうまいんだよ。私ちょっと力作よ。いやマジで悩む。よし決めました。まずはあの合言葉から。大変お待たせいたしました、あの時間です。はい、ということでね、あの時間めっちゃ悩みましたが、刺身にしよっかな。うん、やっぱちょっと悩んだ時は一番最初はお刺身っていう形で聞こっかな。いやマジでもね、お金も全部ねあげたいのよ。いやーでもやっぱ刺身うまってなったからね、ちょっと刺身にしよう。よし、あーめ今日はだいぶ悩んだ。全部うめえ、やばいよ。タコはすげえ恐るべし。ということでね、皆さんちゃんとお口開けてね。ではいけますよ、いきます。あーありません。うん、間違いねえ。いや、ほんと美味しかった。やべえな。うん、いやこれほんとマジでうまい。タコこんなうまかったんだ、知らんかった。あんまりね、お寿司屋さんとか行ったりしても食べないし、お刺身ってね、タコあんまり選ばないし、もうたこ焼きの時ぐらいしか食べてなかったよね、タコと。ここでちょっと今たこ焼きっていう話が出たと思うんですけど、この動画が終わった後ぐらいに多分コミュニティなりで情報を発信すると思うんですけども、このタコまだ1本ぐらい足残してるので、1、2本か残してるので、たこ焼きパーティーをライブ配信でしたいかなと思います。イエイ。まあ、詳しい、ね、日時はね、この動画が終わった後コミュニティとか、さっきも言ったようにちょっと情報を出そうかなと思うので、よかったらぜひ、初めてなんでね、ライブ配信で何かを食べるというのは参加していただければなと思います。はい、ちょっと宣伝でした。まあ軽く言うと、もうライブ配信中にたこ焼きをこう焼いて食べるって感じなんですけど、ちょっとまだどうするか決めてないけどね、一応たこ焼きパーティーみたいなのしたいなと思ってるので、よかったらチェックしてください。はい、ということで本日も長い動画だっただろうに、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。